皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習歴史第8回は室町時代の復習をします。室町時代建武の新政から漢語貿易までは前回復習したので、今回はその続きになります。この動画は復習しながらアウトプットもすると、こういう形をとって学習を進めていきます。では始めます。民衆の生活から入っていきます。農業では二毛作という農業が広がってきました。この二毛作というのは、まずお米を作って、ね、田んぼでお米を作って、で稲刈りが終わった後で別の作物を作ると、こういう農業です。お米を作って、当時は麦を作ることが多かったようですね。お米と別のものを作るという、こういう二毛作、ね、これが広がっていきました。また村には僧という実組織が生まれました。僧では寄り合い、これ会議みたいなものですよね。会議みたいなもの、これを開いて村のさまざまなことを決めました。ルールとかね、いついつ何をしようとか、そういうことを決めていったんですね。農業ではどのようなものが広がっていきましたか。二毛作と、村に生まれた実組織を何と言いますか。僧。僧ではどのようにして物事を決めましたか。寄り合いを開いて決めたと。このようにアウトプットをしながら学習を進めていきます。そして、各地の物産を運ぶ運送業者、この時代活躍しました。特に陸上交通では馬借ですね、馬借という人たち、馬で荷物を運ぶ人たちですね、この人たちが活躍しました。陸上交通で活躍した人は何という人たちですか。馬借と、こう答えればいいわけです。で、町の方に行くと、町では同業者ごとに座という組合、これができて商売を独占しました。座では特別な税金を払って、その税金を払ったから特別の権利をもらっていると、座に入らなければその商売はできない、こんな形になっていましたよね。江戸時代では株仲間がこの座にあたりますね。ね、町でできた同業者ごとの組合を何と言いますか。座と。座って何ですか。同業者ごとの組合と、同業者の組合と、こう答えましょう。で、堺や京都では町衆という人たち、町衆というのは商工業者を中心にした、自分たちで自治をする人たち、これを町衆と言ったんですけれど、こういう人たちが活躍して大名に対抗する、ね、都市が現れてきました。ね、京都、まあ、堺で活躍した商工業者の人たちは何と呼ばれましたか。町衆と、ね、こんな風に答えてください。で、村町時代の文化に入ります。この足利義政が建てた銀閣、この作り、書院作りって言います。今の和室の作りの元となっている作りですね。それまでの作りと何が違うかというと、特に特徴はテストに出やすいですよね。書院作りの特徴を言いなさい。床の間がある。襖や障子で仕切られている。それから部屋に畳が敷き詰められている。いや、全部畳なんですよね。それまでも畳はあったんです。でも人が座るところだけに敷かれていたとかね、部屋の端の方だけ敷かれていたとか、そんな感じで全体に敷き詰められてはなかったんですね。でも書院作りでは全部部屋の中全部畳が敷き詰められたと、そういう形になっていました。書院作りの特徴を言いなさい。床の間があると、障子や襖で仕切られていると、畳が敷き詰められていると、こう答えてください。そして観阿弥と世阿弥が能を大成させました。そして能の合間に狂言という喜劇、これが演じられました。能を大成させた人は誰ですか。観阿弥と世阿弥。観阿弥と世阿弥は何をしましたか。能を大成させた。狂言って何ですか。能の合間に演じられた喜劇。能の合間に演じられた喜劇は何ですか。狂言。水墨画、これでは雪舟、ね、墨一色で風景を描いた絵のことを水墨画と言いますけど、これで有名なのは雪舟。雪舟が名作をたくさん残しています。で、雪舟は何をしましたか。水墨画を描いた。水墨画で有名な人は、水墨画で名作を残した人は誰ですか。雪舟。こういうふうに答えればいいわけです。では下克上に入ります。下克上、
これ身分が下の人が上の人を倒しちゃってどん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 のし上がっていくと、こういうことなんですけど、これが起きた原因となったのが1468年京都で起きた乱、応仁の乱です。この応仁の乱は10年以上も続く、ね、長い戦でした。でこれが原因で、この身分の下の者が上の者を実力で倒してその地位を奪っていくという下克上という風潮が世の中に広まっていきました。なぜそうなったかというと、守護ですね、当時の守護、この応仁の乱で京都にみんな戦いに行っちゃうんですよ。そうすると自分の国には守護がいないわけですよ。ですから守護の代わりになる人が出てきます。それ守護代という人なんですけれど、その守護代が地元に残ってどん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 力をつけて、で守護の代わりに領国を支配するようになったと。こうなって下克上で出てきたのが戦国大名です、ね、下克上って何ですか。身分の下の者が上の者を実力で倒してその地位を奪っていくこと、これによって生まれたのは何ですか。戦国大名と、こうなりますね。この戦国大名、領国を支配するための法律、文国法という法律を作りました。文国法です。で城の周りには家臣とか商工業者を集めてこの城下町というのを作っていきました、ね、戦国大名が自分の領国を支配するために作った法律は何ですか。文国法。戦国大名の城の周りにできた町は何ですか。城下町と、こう答えればいいんですね。そしてこの室町時代には一揆が何度も何度も起きています。この室町時代に起きた一揆のことを土一揆と言います。なぜ土一揆かというと、当時農民とか武士と農民の中間のような人、普段は農業をやっていて戦があると戦に出かけていくという、ね、地侍とかね、いう人たちですね。そういう人たちのことをドミンと言ったんですよ。そういう人たちが起こした一揆なので、土一揆とか土一揆と、教科書では土一揆が多いんですけどね、こう読みます、ね、室町時代の一揆は土一揆です。で後半に起きた一揆で大きいものが2つあるので、この2つはテストに出ることがあるので覚えておきましょう。それが山城の国一揆と加賀の一向一揆です。山城の国で起きた山城の国一揆、これでは一揆を起こした方の人が勝って、農民とか地侍、ね、そういう人たちの手で国を治めていきました。これ8年間続きます。で加賀の一向一揆、これ一向宗という人たちが起こした一揆で、一向宗というのは浄土真宗の信者の人たちのことを一向宗というんですが、その人たちが一揆を起こして、やはり一揆を起こした人たちが勝ちました。そしてここではなんと100年にわたってその一向宗の人たちがその国を治めたと、このようになっています。では全体を復習していきましょう。農業ではどのようなものが広がっていきましたか。二毛作と、農村にできた自治組織を何て言いますか。宗。宗ではどのようにして物事を決めましたか。寄り合いを開いて決めた。陸上交通で活躍した人たちはどんな人たちがいましたか。馬借。町で同業者の組合、ね、これを何て言いますか。座。堺や京都で活躍した、町の自治を行った人たちは何て呼ばれましたか。町衆と。で文化に入りますね。銀閣に代表される家の造りを何て言いますか。書院造り。書院造りの特徴を言いましょうと。床間がある須磨屋障子で仕切られている畳が敷き詰められていると。で観阿弥世阿弥は何をしましたか。能を大成させた。能を大成させた人は誰ですか。観阿弥と世阿弥と。能の合間に演じられた喜劇を何て言いますか。狂言。狂言とは何ですか。能の合間に演じられた喜劇。水墨画で有名な人は誰ですか。雪舟。雪舟はどのようなことで有名ですか。水墨画と、ね、ここですね。で下克上って何ですか。身分の下の者が身分の上の者を実力で倒して地位を奪っていくこと、この下克上によって生まれた大名を何て言いますか。戦国大名。戦国大名が領国を支配するために作った決まりは何ですか。文国法。戦国大名の城の周りにできた町を何て言いますか。城下町。室町時代の一揆を何て言いますか。土一揆。代表的なものは2つ、何と何がありますか。
山城の国一揆、加賀一向一揆と、ね、皆さんもこう質問したら口からスラ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 出てくるようになるまで練習してみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。この動画が参考になったという方はどうぞチャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。